はい、はい、こんにちは。こんにちは。さて今日は何をするのかな。今日はエッグランプを作ります。はい、エッグランプ。エッグランプ、ショップで売ってる商品。そう、そうですね。あった、よいしょ。はい、ちょっと今実物がないのでこういうのってちょっと言えない、出せないんですけど、三角にライトにソケットネジ、あと台座が必要です。はい、はい、これあれだね、みんなも作ってみようになるかもね。いやでも全然作れます。これここが一番難しい。そうだね。うん、あら、え、何角膜、何角膜がちょっとベロはい、はい、でも綺麗に作るために、はい、作っていきましょう。はい、ここの上にこの電球がついてっていう感じになるんで、これはじゃあ穴を大きくしたやつってこと。そうです、エッグランプ用の穴にしたやつ。なるほど。売ってるショップで売ってる卵角はもうちょっと穴が小さい。おお、そうか、そうか、台座にソケットをつけなきゃいけない。そうなんですよ、そこだけだね。それができればもう何も、まあ、真ん中にソケットを置いて、はい、よ、ネジを入れて、はいはいはい、よ、あ、手なの、ね、ゆっくりと、てっきりウィーンってやると思った。ウィーンってやると勢いがつきすぎて、うん、鉄とか木にやるのはあれなんですけど、これ陶器なんですよ。で割れちゃう、割れちゃうからゆっくり手で締める。ハンドメイド、ね、もっと大掛かりなことかと思いきや全然ですよ、地味な作業ですよ。よいしょ。そのさ、黒いやつかぶした方がさ、あ、そうです、楽なんじゃない、ね、そうそう、いつもめんどくさくてやってんの。大丈夫そうだね、真ん中ですね。あれ、これでもちっちゃいんだ。意外とネジ穴が大きかった。大きい、嘘。あ、回ってそう。回ってます、回ってます。あんまりやると多分割れちゃうんで。そうね、加減が大事かもね。そう、もう一個もやります。はい、で、コリタにやってもらおうか。まあいいよ。はい、これでバキッとね。バキッとはやめてやってみよう、みんなもやってみよう。100均ですごいそうね、材料は。ああ、このソケットはあの D2 とかさ、そうそう、コメリーとか、あれ、カインズホームとか。ちなみにこれコメリです。あ、全部？ソケットとこのネジ。これは押しながらですけど。でも、そう、ちょっと圧力をかけな、上から押しながら、下穴があった方がもっと楽だった。そうね。どうですか、夏休みの自由工作に。ね。うちで卵角買いませんか？結構買ってそういうのにする。あと貯金箱じゃん、貯金箱か、貯金箱にしたっていうお客様がいて、うん、嬉しいね。お、いいんじゃないですか、綺麗に閉まってる。で、多分こっちの私がやった方が緩いのでちょっと閉めていただいて、パカパカそのソケットが閉めないように。穴も緩いな、もうちょっとかな。バキャッといかないようにだけちょっとご注意で。バキャッといったらあ、でもいい、聞いたかな、いい感じ、うんうん、よーし、いい感じです。そしたらもう、はい、ここでいいのやって、うん、これを、はい、これをキュキュキュッと。そうです、そうですね、これはバキッと、え、そう、そうしたらもう全てが台無しで、卵角をバッ、はい、バッカーン、バッカーンじゃなくてスポット、はい、あれ、ちょっとバランスがね、はい、絶妙、できましたね。はい、できましたよ。つけてみようか、つけてみようか、じゃあ、うん、
はい、それでは比較していただきましょう。はい。はい。じゃあ、これで。さて、点灯式。はい、点灯。おお、なんか、あれみたい。絢爛中みたい。暖かい。あれでもなんか、卵殻膜かな。卵殻膜が多分なんか入ってそうだね。あ、じゃあ、ちょっとワシャワシャしようか。これさ、絢爛で言うとさ、いい卵だよ。そうだね。中に卵殻膜が、あるはず、ね。よいしょ。あ、これはあれですね。100均でも買えるあのコップ洗いのやつですね。ねえ。いや、でも取れるかしら。取れないかもしれない。てか、なんかもうこびりついてる感じだったよね。うん。なんか綺麗に取れてる感じがする。さて、確認はなんかあんまりないんですよ。ペリペリついてる感じがなんかないね。まあ、光らせれば分かることよ。綺麗に取れてれば、一様に光るわけでしょ。だーねー。 おさっきより綺麗にだった。綺麗だ。かぶせる向きだね。よし、だーん、点灯。あ、綺麗。よかった。いいね、これだ。はい、これです。絢爛の状態でこれだったら最悪ですね。無精卵だ。あ、でもこういう感じで、はい、エッグランプが作れます。ショップで販売してます。興味がある方はぜひ買ってみてね。自分でも作れますよ。はい、夏休みの自由研究とか自由工作にいかがですか。はい。それでは皆さん。ありがとうございました。はい、またね。バイバイ。